も誰かも拾え、ジャニーズです。はい、ハンズの夢ドッキリです。今日のターゲットは、はい、ナオです。今日のスキルはイントロドッキリ。イントロクイズをやってるかのように見せかけて、はい、もう先にこの3人にはこの歌が来るよっていうのをもう情報を渡しといたんで、はい、昨日もう夜もらいましたからね、はい、全員知ってると問題が何出るか、うん、はい、もう簡単なところもあれば絶対知らないだろうっていう演歌演歌と先に伝えといたので、はい、なおにバレないようにドッキリ仕掛けていきたいと思います、はい、それではドッキリゴー。今日誰かのヒーローにジャッジさんです。4人ということで、うん、よし君出題者で、俺は回答した4人が1人3問答えたらその人はもう抜け一気抜けみたいな感じで、うん、最後多分2人で対決だよね、はいはい、で先に3ポイント取れなかった人が最後残って、うん、まあ、一発ギャグをやりましょうって、うん、お手つきはなし。お手つきありでいこう。あ、じゃあどんどん言っていいね。どんどん言っていい。あ、確かに。マジ？お手つきありでやるで。ありなんだよ。どういうことだよ。お手つきありだから、お手つきあるよって言ったらもうそうだよ。そりゃそうよ、そりゃそうよ。お手つきめっちゃ悪い。めっちゃ悪い。お手つき始まったらもうその、そこは曲は言えないと。そうだね。第1問いきます。はい、待って、大丈夫、準備できてる。じゃあ、みんな頭の上で手を置いとこうよ。なんでだよ、こ関係ないよ。はい、はい、いや、狭いよ、こんな狭いよ。いきます。はい、あ、はい、どう考えてもライジングさん正解。え、どんだけ来たと思ってる。すげー、すごい気です。じゃあ2問目いきたいと思います。は？カン、カンだけでいい？カンビーナ。正解！みんな知ってるけど。だから水球とかでそれ踊るの踊りくれるとか。すげえ、すげえ。ボスになっちゃう。俺、行くよ、3ポイント。じゃあこれならヒューが1位になって終わりだけど。ビリーが残るから。まず、まず決めるべ。じゃあ次は、俺たち知らなきゃダメ、非国民。絶対皆さんに取ってもらいたい問題なんで。はい。いきますよ。はい、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 はい。栃木県民の歌。正解！スーパーとかなった？スーパーじゃない。長いですよね。たまにあのカラオケ行った時の履歴見るとあるわ。集中。いきます。はい。は？いいや。キャリーパミパミっぽく。いや、これはもう分かんないですけど。続けは続けましたね。大量祭り。正解！オッケー。誰？おい。誰？あんたかがらんぞ。そう、俺が好きなの。聞いたことあるわ。誰？あの、演歌歌手。栃木県出身だよ。演歌歌手。聞いたことあるでしょ、さっきの名前やと思って。ない。写真見たら顔はわかる。このカラオケ歌った人知ってる？浜辺美波みたいな感じ。全然ちゃうやん。全然ちゃうやん。もう失礼だよ。全然ちゃうやん。もう失礼だよ。茨城県出身だ。全然違えや。はい、行きましょう。行きますよ。はい。はい。はいよ。はいよ。全然全然成功。すごい早い。これはラストか。ラストか。これゴースト一台がいたんだよね。あ、そうだ、思い出の曲だよ。あれだよね、俺らはあれだよね、見に行こうって言ったのにさ、君は言ってくれなかったの。2人で行っちゃったんだよ。あれ、そんな話あったっけ。で、なおは行く予定だったんだけど寝坊して、だから LINE でやっと目を覚ましたから。俺らなんで言ってない。車運転してきたら動きで入れ替わってるって。あれ顔見せてやったら、あの原曲絶対受けると思って。こっち見せたからね。めちゃくちゃね。あ、もうじゃあそういうんだったらもう次の問題、変な問題です。やばすぎだろ。まず集中してください。はい。行きます。あ、はい。は？横浜黄昏。これ何でいいじゃん。何でわからん。変顔する人だよ。変顔する人だよ。それが来なくて。なお、犠牲だと思った。生き抜けてる。はい、それは契約だ。え、よしくいいよ。普通に、一回普通に今勝ってる。なお、さすがにやばい、絵的に。もう3、1、2、0だから。1ポイントなおいってこ。よっしゃ。一応、なおの得意さの曲じゃ。はい。
よっしゃー、押してるね。いきますよ、基本譲りいこう。はいはい、ねもライくん、あーあー、基本譲りいこう。はい、あ、もう俺とゴキマッチポイントで2-2だもん。ここの打倒の追い上げが打倒絶対打倒じゃやっぱりそのけど行きましょう、行きますよ。はい、あー、なんか聞いたことある、めっちゃ聞いたことある。もうちょい行かないと分かんないな。そうだね、ってぐらいしか聞かなかった。誰かの車で聞いたことあるんだよね。行きます。あー、あった。はい、えー、なんだっけ、恋のどんばん節。あー、ありがとう。どんな車だっけ、これ入ったの。俺のお母さん、思い出の曲じゃん、ずるくね。2人で出かけてたってことだよ。俺のお母さんと。そういうこと。それは怒るよ。やめろ、名前を出すって。子供の頃さ、お母さんが聴いてる歌とかよく覚えてる。それは結構してる。あ、それなん、花火そうだね、言われちゃってるって。で、俺抜けたってこと。うん、もういいよ、いいやろ、全然 OK。 まぁちょっと夏メロ行こうかな。じゃあ夏色くるね。こっちの夏かね。いきまーす。はい。はい、ライくん。夏のお嬢さん。正解。あー、そうだ。ということで、ビールナックでーす。だってさ、俺知ってる歌、正直言うと、ミスチルしか流れてない。じゃあ、しかもそれも答えれない。ライジングさんも、ライジングさんも、全然全然余裕やん。という感じで、ナックには、じゃあ、一発ギャグということで、はい、滑ってもいいから行きましょう。はい。いきます、せーの。おにぎり。おにぎりにぎにぎしちゃいましょう、はい、みんなでにぎにぎしちゃいましょう、はい、おにぎりの中身何が好き、はい、俺はたらこが大好きだ、はい、ごめん、終わり。ということで、ドッキリ大成功。ドッキリって何。はい、ということで本日のドッキリ内容は、自分が全員がめちゃくちゃ答えられちゃったなぁ。いや、わかんねえ。自分が怖かったねんな。途中で気づかなかった。確かに。途中で気づかない。あ、マジ？めちゃくちゃ知らない演歌、めちゃくちゃ知らなそうなやつ。だって、だって途中でミスチルも来れば。全然全速。ライジングサンドも知ってるから。俺が断られなかっただけだな。そうですね。ということで、詐欺には気をつけてくださいね。メンバーとして不安ですよ。これは結構活動ですから。ちょくちょく挟んどいて、これ。あの、詐欺されちゃうかもしれない。あ、そうそうそう。ちょくちょくドッキリ。でも、ちなみに一個言うと、ドッキリじゃないやつが一個あって、ヨシ君途中で滑ったやん。車運転してきたら動きで、入れ替わってるって。あれは全然ドッキリじゃない。あ、ドッキリじゃない。あれはドッキリだ。あれは俺らもびっくりした。こっちはびっくり。アドリブでめちゃくちゃずっこいてたから。ありながらめっちゃうまくいったと思った。めちゃくちゃ面白かったけど。ということで、今回終わりにしたいと思います。はい。ということで、なんとせーの、おにぎり、せーの、おにぎり。最後まで動画を見てくれてありがとう。いやー、なおの反応最高だったな。これからもいろんなメンバーにドッキリ仕掛けていくので、楽しんでみてください。それじゃ、バイバーイ。